去年5月に高台に移転した特別養護老人ホーム庄子園は、3月30日災害の際に避難所を設置する協定を日南市と結びました。協定書によると、大津波警報の発表、河川の決壊の恐れがある場合、東郷地区と風田地区に避難指示を発令された際に、庄子園の施設を避難所として使用するという内容です。海岸から約1キロ離れた庄子園は、海抜25メートル。地域交流センターと研修室、それに共用スペースを含め、約500人の受け入れが可能です。宮崎県の津波浸水想定によりますと、風田地区は5メートルから10メートル、沿岸付近では10メートルから20メートルを想定しています。今後、円滑な避難所ができますよう、総合に連携を維持しながら、本市の防災力向上につなげてまいりたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思っております。生活されている、入園者の方が、第一なんですけれども、受け入れるスペースがある限り、地域住民の方の受け入れ先として十分活躍させていただきたいと思います。今後はですね、地域住民の方に協力していただきまして、こちらの方に避難訓練を実施したいなと、一応幹部の方とは話し合いが今持たれているところです。今回調停したことによって、その実現に向けて地域の住民の方との話し合いをこれからやっていこうと思っている次第です。風田地区の人は、設備的にも十分整っているし、そういうところも使わせていただけるということであれば、避難した後の安心感というのはあるので、助かるかなとは思っています。災害時に備えて、連絡体制の確認や避難所運営の方法など、自治会が中心となって行う必要がありそうです。